ジェルトナム郡区はアメリカが州国ペンシルベニア州東部のモンゴメリー郡のホームルールタウンシップであるフィラデルフィア市の北西部に接している公式名称にタウンシップという言葉を残しているが1977年からホームルール憲章のもとに統治されているのでペンシルベニア州タウンシップ法の適用は受けない人口の構成は80以上の人種や民族があって 多様であり、チェルトナムアベニューに沿ったテラスハウスや高層のアパートが並ぶ人口密度1万人、平方マイルを超える地区からウィンコートやエルキンスパークの歴史的な家屋と地区まで街並みも多様である。モンゴメリーでは最も人口密度が高い自治体である。2010年国勢調査での人口は36,793人であり、軍内では第3位。 ペンシルベニア州では第27位だった。もともとはフィラデルフィア軍に属していたが、1784年にモンゴメリー軍が設立された時にその一部になった。チェルトナムはフィラデルフィアの中心街であるセンターシティから5マイルに位置し、南東ペンシルベニア交通局の多くのバス路線が発着点とするチェルトナムオゴンツループがあり、またショッピングモールのチェルトナムスクエアモールもある。 フィラデルフィア都心に近くアクセスも良いので、南東ペンシルベニア交通局の郊外部事業部ではなく、都心事業部が運行する数少ない自治体の一つである。南東ペンシルベニア交通局の地域鉄道駅は5カ所にあり、本線とフォックスチェース線で北の郊外部に向かうすべての列車が通る重要な位置にある。ジェンキンタウンウィンコート駅は、 ゾーン C の外では最も利用客の多い駅であり、モンゴメリー郡では最も多い。近くにあるファードック交通センターや南フィラデルフィアスポーツ施設を発着点にするブロード通り線地下鉄にも容易にアクセスできる。土地が9平方マイルしかない町内に127マイルを超える道路がある。幹線道はペンシルベニア州道309号線、道152号線、 道611号線、道73号線、オールドヨーク道路、チェルトナムアベニューであり、また、フィラデルフィア市のブロード通りの北端がある。チェルトナムは、ペンシルベニア州での最古クラスの街であり、豊富な歴史がある。ウォールハウスは、州内でも連続して居住されている最古の家屋である。南北戦争の時には、キャンプウィリアムペンと呼ばれる、黒人兵士のための州内で、 唯一の訓練場があった。また、地下鉄道の主要駅もあった。オールドヨーク道路と鉄道が早く発展して、チェルトナムとフィラデルフィアの立地域とを結んだ。アメリカ合衆国の歴史の中でも最大級の金持ちが住んでいた。例えば、ジョン・ワナメーカー、ピーター・ワイド・オーナー、ウィリアム・ルーケンス・エルキンス、ジョン・ウィース・テッドソン、ヘンリー・ W ・ブ・ブレイヤー、サイラス・ H.K. カーティス、 ジョージ・ホレス・ロリーマーがいた。その他著名な出身者としては、アメリカ野球殿堂入りしたレジー・ジャクソンや、2009年からイスラエル首相を務めるベニアミン・ネタニアフがいる。フィラデルフィア・キングオーにある、アッパー・ダービー・タウンシップ、ハバフォード・タウンシップ、ローワ・メディオン・タウンシップ、ジェンキン・タウン・ボロといった初期に発展した街とともに、20世紀半ばから後半に発展した郊外部に囲まれながら、 はっきりした特徴を保持している。チェルトナムとローワーメリオンは戦後の人口増大期以前に多くの人口があり、それゆえに家屋の大多数、町、通りは20世紀初期から事実上変化しないままになっていることでは、モンゴメリー軍内でも数少ない町である。アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている場所は町内に13カ所あり。 これも、モンゴメリー軍内のどの町よりも多い。ウォールハウス、ペンシルベニア州最古の家屋特化に、クリーク、チェルトナム設立に、重要な役割を果たしたキャンプウィリアムペンの兵士たち、チェルトナムは、ウィリアムペンから4070エーカーの土地を購入した、リチャード・ウォールなど、イングランドのチェルトナムから移ってきたクエーカー教と15人が、1682年に、 フィラデルフィア軍の一部として設立した。1784年にモンゴメリー軍が創設されると、チェルトナムもその中で最も小さな町として入った。下表は、チェルトナム設立者15人である。チェルトナムはその歴史の初期からトゥッカニークリーク沿いにできた様々な工場の発展によって、その成長が加速された。これら工場の周りに、町や村が成長し、 現在あるチェルトナムの中の地区を形成した。最初の製粉書は1690年にリチャード・ダングワースが建てたものだった。この製粉書は所有者が数代変わり、最後はローランド家が国内でも第2位の生産者になった。この製粉書は1929年に解体された。町内のラモット地区は南北戦争の時にキャンプ・ウィリアム・ペンと呼ばれる。 アメリカ陸軍に徴兵された黒人兵士のための州内で唯一の訓練場になった。これらの兵士はロバート・イーリー将軍の降伏に同席し、エイブラハム・リンカーン大統領の暗殺者、ジョン・ウィルクス・ブースを追跡し、リンカーン大統領の棺を担いだ。アメリカ有職人主大三連隊がキャンプ・ウィリアム・ペンで訓練された最初の部隊となった。 出生するときに兵士がパレードを行うのが伝統であるが当時のフィラデルフィアは人種差別者の多い街でもあり政府はそのパレードが暴動を起こす可能性もあると考え中止させたキャンプの指揮官ルイス・ワグナー大佐はこれに起こり次に出生する連隊は確実にパレードを行えるようにしたリンウッドホールピーター・ワイドナーデー ホレストラムバウアー設計19世紀後半から20世紀初期、チェルトナムはフィラデルフィアの都市圏でも著名な街として確立していた。鉄道の大建物、ジェイクックがチェルトナムにその邸宅を建てた最初期の人物だった。その200エーカーある荘園は1883年に学校に転換され、その後解体された。ジョン・ワナ・メーカーはその邸宅であるリンデンハーストを 建てたが、1907年の火事で消失した。二代目のリンデンハーストは1944年に起きた二回目の火事でこれも消失した。ヘンリー・ブライアー・ジュニアは、罠メーカーから土地を購入した。その他この町に建てられた有名な邸宅としては、エイブラハム・パーカーの、リンドン、サイラス・ H.K. チ・ケイ・カー,アーティスの、カーティス・ホール、ジョージ・ホレス・ロリマーの、ベルグラム、ジョン・ビース・テッドソンの、 イドロがあった。現在も残っている邸宅の中で、おそらく最も有名なのは、ワイドナー家の邸宅、リンウッドホールであり、またウィリアム・ルーケンス・エルキンス邸である、エルキンス・エステーツや、ウィリアム・ウェルシュ・ハリソン邸である、グレータワーズ・キャッスルがある。グレータワーズ・キャッスルは、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されており、チェルトナムで多くの建物や家屋を設計した建築家、 ホレストラムバウアーの設計だった。チェルトナムの既存家屋は大変多様であり、チェルトナムアベニュー沿いにはテラスハウスやタウンハウスが並び、また古い歴史地区もある、チェルトナムアベニューのエッジマート、韓国系のスーパーマーケット、アッパーダービーやウェストフィラデルフィアと共に、韓国出身者の多い地域にある金ピカ時代が終わり、不況が国内を覆うと、商園や、 邸宅の多くは解体され、新たな住宅が建てられることになった。チェルトナムの歴史の初期段階で形成された街の多くは今日でもそのまま残っている。20世紀が進むと、フィラデルフィア市内の住人が、市境を越えて、チェルトナムに入ってきた。チェルトナムに入ってきた大きな集団は、韓国出身者だった。当初のコリアンタウンが、フィラデルフィア市内のウルニー地区にあったが、 フィラデルフィア北部のローガンへ移動してきた。韓国系住民の大きな町がチェルトナムやアッパーダービー、ウェストフィラデルフィアにも作られた。様々な人種や民族がチェルトナムに流入し、デラウェアバレーでは最大級に民族的に多様な町となった。2000年国勢調査時点で人口構成が多様と考えるモンゴメリー軍内の2つしかない自治体の1つである。 人口が増加するとともに、街の特徴は、フィラデルフィア著名人とその邸宅の街から、人口密度の高いテラスハウスやアパート、タウンハウスで構成されるいくつかの街に転換してきた。その住民は隣接する北フィラデルフィアから溢れてきたものだったが、ウィンコート、エルキンスパーク、メルローズパークでは、過去の歴史的地区をいくらか維持している。チェルトナムは1900年に、 第一級タウンシップになった。1976年、ホームルール検証を成立させ、1977年に有効となった。ジェルトナムの歴史については、下記の図書が発行されている。ジェルトナムには、以前にボーイスカウトのクレードル・オブ・リバティ・カウンシルのブライアー訓練地域があった。ヘンリー・ W ・ブレイアーが、ジェルトナム住人ジョン・ワナメーカーが所有していた土地を使った。 1990年に閉鎖され、現在はサラス大学が入っている。チェルトナムの歴史には多くの誇るべき特徴があった。国内で歴史的な街を保存するためのアメリカ合衆国政府のプログラム、プリザーブアメリカコミュニティに指定された。森林の管理を強調するプログラムである樹木の都市 USA の会員でもある。2013年。 フィラデルフィア都市圏の中で最大級に多様で特徴があり、住みやすい街であり、間にその中心にあることで、フィラデルフィア都市圏のクラシックタウンに指名された。チェルトナムのマサキはその名前の由来となった、姉妹都市イングランド、チェルトナムのマサキからデザインを引用した。あらゆる公式文書、決議案、声明文、法的記録あるいは文書に記される。青い玉の頂点にある旗は、 チェルトナムを有名にした噴泉の設立を表している。その下には多くの葉のリースがある。2冊の本は教育、特にペーツ、グラマースクールとチェルトナムカレッジを表している。中央にある銀の十字は信仰を表している。その下の庭の葉とは温泉に集まる群れを表している。最後に多くの木がチェルトナムのプロムナードと通りを縁取る。 多くの多くの木を表している。チェルトナム共生ビル、オールドヨーク道路チェルトナムは、モンゴメリー郡の南東外れにある、住宅街タウンシップであり、モンゴメリー郡は、ペンシルベニア州の南東にある。モンゴメリー郡内で、フィラデルフィア市に接する6つの自治体の一つであり、フィラデルフィア市、センターシティからは北東に5マイルに位置している。街の北は、 アビントンタウンシップやジェンキンタウンタウンシップに、西側はスプリングフィールドタウンシップに接している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は9.0平方マイルである。うねりのある、丘陵部が続き、その間を流れる水路がいくつかある。その中でもトゥッカニークリークが著名である。標高の最高地点は、サンセット道路とリンドリー道路の交差点で、 411フィートであり、最低地点は、町の南東部で、トゥッカニークリークが、フィラデルフィア市内に入る場所の63フィートである。国勢調査指定地域として、アーカディア大学、クレンサイド、ウィンコートが、町の中に入っている。その民編入の町は、チェルトナム、エルキンスパーク、メルローズパーク、ラモット、ラバロック、エッジヒル、シーダーブルックがある。 チェルトナムアベニューでフィラデルフィア市との境を形成している。ラバロック、エッジヒル、シーダーブルックの正確な人口と面積は不明である。2010年国勢調査時点での人種別人口構成は白人56.6%、黒人32.8%、インディアン0.2%、アジア系7.7%、根結2.5%、 ヒスパニック系3.9%となっていた。家族あたり収入の中央値は72,584米ドルであり、モンゴメリー軍の平均値76,380米ドルより、わずかに低い。モンゴメリー軍内62自治体の中では、第37位にある。黒人人口が1万人を超えることでは、モンゴメリー軍内の2自治体の一つであり、 シェルトナムでは11,426人、ノリスタウンで12,310人だった。次に来るのがアビントンの6,850人であり、その2倍に近い。インディアンの数でも、ノリスタウンが第1位、シェルトナムが第2位である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。シェルトナムは、温暖湿潤気候と湿潤大陸性気候区の境目にある。 アメリカ合衆国の北東部にある街としてはっきりと、親しきがある。夏は暖かく海岸性の熱波が来ることがある。秋は涼しく快適である。冬は寒く、大抵の日は氷点近くまで下がり、夜は氷点下になる。春は快適であり、あまり雨が降らないことが多い。最近の吹雪では2010年2月5日から6日に30インチ近い積雪があった。 その二日後には新たに20インチの積雪があった。ジェルトナムタウンシップには主張がいない。タウンシップ内七つの選挙区からそれぞれ一人が選ばれる委員で構成される行政委員会が統治している。委員の任期は4年間である。委員会の議長は委員の5選によって選ばれ、任期は1年間、タウンシップ政府の長として機能する。教育委員会は 教育学区の管理にあたる。チェルトナムタウンシップは、アメリカ合衆国会議員の選挙で、ペンシルベニア州第13選挙区に属し、衆議会会員では、第154選挙区に、同乗院では、第4選挙区に属している。住民は、民主党の支持者が多く、過去6回の大統領選挙では、民主党候補者が大差で制している。 2012年の選挙での民主党候補支持率は80.9%であり、モンゴメリー郡内でこれより高かったのはノリスタウンの82.99%のみだった。行政命令により性的指向や性別をもとにした差別を禁じている。このような町はペンシルベニア州のタウンシップでは7つ、全自治体では29しかなく、その一つである。 サイラス HK カー,ーティスの住宅、チェルトナムに長く住んだ、チェルトナムタウンシップ教育学区が、町内の公共教育を管轄している。公立学校が7校あり、その他に多くの私立学校もある。幼稚園から4年生を教える。小学校が4校、5年生と6年生を教える。エルキンスパーク学校、7年生と8年生を教える。シーダーブルック中学校。 9年生から12年生に、チェルトナム高校がある。チェルトナムで最大の私立高校はビショップ・マクデビット高校であり、ローマカトリック教会フィラデルフィア大教区の管理下に、ある。エルキンスパーク地区には、テンプル大学に属する、概念的美術学校である、タイラー美術学校があった。また、アーカディア大学、サラス大学、ウェストミンスター神学校、グラッツ・カレッジ、 再建主義ユダヤ教に関わる唯一の神学校である再建主義ラビニカルカレッジがある。過去に44年間オークレーンデイスクールもあったが、現在はブルーベルに移転した。グレンサイド駅メルローズパーク駅、ジェンキンタウン、ウィンコート駅南東ペンシルベニア交通局のバス、チェルトナムオゴンツバスループで発車時刻待ちチェルトナムオゴンツバスループ待ち愛室フィラデルフィアブロード通りの 北端、チェルトナムの中にある、エルキンスパーク消防団の消防車、1997年撮影、チェルトナムは、南東ペンシルベニア交通局の地域鉄道では、主要な拠点である。センターシティから北に行く列車は、トレントン線を除き、チェルトナムを通る。空港線、ランスデール、ドイルズタウン線、西トレントン線、ウォーミンスター線、フォックスチェース線が通っている。 チェルトナムを通ってから各線はそれぞれの方向に分かれていくのでチェルトナムの駅はモンゴメリー郡内でも最も利用客数の多い駅となっている各駅はそれが位置する地区の名前を冠しているエルキンスパーク、クレンサイド、メルローズパーク、ジェンキンタウンウィンコートの各駅でありチェルトナム駅は街の境界線をまたいでいるチェルトナムの中では 南東ペンシルベニア交通局都心部事業部の多くのバス路線が走っている。バスの多くはオゴンツアベニューとチェルトナムアベニューの交差点北西角にあるチェルトナムオゴンツバスループを起点にしている。このループは北フィラデルフィアから多くの買い物客を集めるチェルトナムスクエアモールの通り向かいにある。他にもいくつかのバス路線が街の主要な通りを走っており、 また住宅街にも入っている。以下の路線がある。過去の路線、チェルトナムはバス、トロリー、地域鉄道を利用する住民の比率で、モンゴメリー軍トップ3に入っている。2005年1月31日からアビントン、タウンシップと共に共有交通システムの運行を始めた。チェルトナム交通サービスは火曜日、木曜日、土曜に同じルートと同じ時刻に運行する。 レードロー交通サービスが新しい契約対象なので新しいバスが使われている。他の制作や手続きはすべて同じままである。アビントンでは月曜日、水曜日、金曜日に運行している。チェルトナム交通サービスは土曜日に加えて週末に新しい自由度のある利用もできるようにしている。この変更でサービスは賞味で減少するが政府当局は この選択がバスの送料を減らせるので都合が良いと考えている。チェルトナムタウンシップにはいくつかの幹線道がある。チェルトナムアベニューが一つの幹線道であり、ペンシルベニア州道611号線や道309号線など多くの道路とのアクセスが良い。チェルトナムタウンシップ及びモンゴメリー郡とペンシルベニア市及びフィラデルフィア郡との市会にもなっている。このアベニューは スプリングフィールドタウンシップに属するウィンドムーアのペーパーミル道路の西側で終わる。ペンシルベニア州道73号線も幹線道の一つであり、境界道路やアビントンタウンシップとの境界線なので、タウンシップライン道路と呼ばれる。ペンシルベニア州道309号線はチェルトナムタウンシップの中で始まる幹線道である。 多くのタウンシップを通り、6クセンタウンシップの修道を29号線で終わる。修道152号線は、チルトナムで始まり、ライムキルンパイクと呼ばれている。テルフォードの修道309号線北端で終わる。修道611号線は、フィラデルフィアに始まり、オールドヨーク道路として、チルトナムを通る。アビントンのウィローグローブやアッパーモアランドタウンシップへのアクセス道路である。 フィラデルフィアの道路の多くは、オールドヨーク道路、ウィローグローブアベニュー、ライムキルンパイク、オゴンツアベニュー、ワシントンアベニュー、12番通り、オークレーン、オークレーン道路、2番通り、ハズブルックアベニュー、コットマンアベニュー、セントラルアベニュー、ライアーズアベニュー、境界道路など、チェルトナムまで入ってくる。チェルトナムは、アメリカ合衆国メインストリートプログラムを作成したことでは、 ペンシルベニア州にいくつかある街の一つである。その適用を受ける場所は以下の通りである。クレンサイド消防団、クレンサイド自由図書館、タウンシップセーフビルのチェルトナムツインニングフィンガーポスト、世界のあらゆる方向を指しているチェルトナムタウンシップ消防署は以下のボランティア消防団5つで構成されているチェルトナムタウンシップには4つの図書館がある。イーストチェルトナムフリー図書館、 エルキンスパークフリート書館、ラモットフリート書館、グレンサイドフリート書館の4館である。チェルトナムはその名前の由来となった、イングランドのチェルトナムと、姉妹都市を公式に結んでいる。世界には他にも、チェルトナムと名付けられた場所が5カ所ある。コニーマックの墓、フィラデルフィアアスレチックス監督、アメリカ野球伝道入り。ありがとうございます。